チャンス省賞は中華民国にかつて存在した賞。現在のチャンス省賞の大部分、上海市、安徽省と石膏省の一部管轄地域に相当する。中華民国初期のチャンス省賞は、新大と同一管轄地域であり、その面積は10万9687平行キロメートルであった。1917年、上海、南京が特別市に指定されると同時に、 上海県、宝山県、高嶺県が小管轄から分離され、1947年の管轄面積は108,314平行キロメートルに縮小している。1911年、侵害革命が勃発すると、チャンス省には多くの軍政府が設立された省である。同年11月3日に、上海が発生すると15日には、チャンス順部の前は、 蘇州の独立を宣言、同日チャンスーと特府が設置された。翌日上海の古軍と特府及び、宝山県の五小軍政分府が設立された。12月2日、公設貫根軍が南京を攻略すると、チャンスーと特府は南京に移動した。この前後に各地に乱立した、軍政府としては11月4日成立の青江浦、軍政分府、11月6日成立の松江軍政、 文府、11月7日成立の鎮校都督府、11月9日成立の家庭軍政文府、南通軍政文府、12月2日成立の公寧、都督府などがある。1912年、中華民国臨時政府が成立すると1月9日に、チャンスと都府は、呉れ県に移転、その後鎮校と督府を廃止、江北都督、助手軍政庁が設置されチャンスと都府の、 軍政分府とした。古軍と特府は民政庁等の行政機構に改変され、同年9月に石膏と特府に編入された。南京臨時政府が集結すると、チャンスと特府は南京に移動、同年11月19日にはチャンス民政庁を設置し、省内の民政長官として下部に民政、内務士などを設置、12月には軍政及び、 民政の分割が決定され、商業成功渉が成立。1914年5月23日には、民政庁が順案し、1916年7月6日に、さらに省庁と解消された。1917年3月23日、国民党中央政治会議は、チャンス省政務委員会の設置を決定し、チャンス省設置準備に着手された。同月25日に、 武漢国民政府より任命令が交付されたが、武漢政府に対立する小解析は、国民革命軍司令部より政務委員会の廃止を命令、チャンス省臨時政務委員会、臨時軍事委員会、財務委員会を設置し上海の同様の3委員会を兼務することが定められ、南京国民政府の管轄に置かれるようになり、 4月26日には、主席制を廃止し5名の常務委員会のもとに、民政、財政、教育、建設、農耕、司法、軍事の7庁が設置、臨時軍事委員会及び財務委員会は廃止となった。10月28日、南京国民政府第11次常務会議により、チャンス省政務委員会は、チャンス省政府委員会に、改編、11月1日に、 チャンス省政府が成立した。1936年6月25日、省内二重行政観察戦争を設置している。1937年、日中戦争が勃発すると、チャンス省は日本軍により占領され、チャンス省政府は亡命政府として中国各地を転々とすることとなった。その状況下でも、 行政区の整理が行われ1943年1月28日に、高南業所2月16日には、助手業所が、下部組織として、組織、同年12月には、長江以北の塩宝地区に、チャンス特別行政区が設置され、中央政府直轄地とされた。1945年、日本の敗戦に伴い、中華民国政府の統治が復活したが、 国境内戦の激化に伴い1949年4月20日から始まった人民解放軍による渡り合戦役によって、鎮港や上海を失い、同年9月3日の時点で中華民国が実効支配するチャンス省の地域は、朝鮮軍東北部の支権のみとなった。その後、チャンス省内の中華民国国軍は1950年5月に台湾へ撤退し、 中華民国の統治は終焉を迎えた。新大には南京城と蘇州城の2召会が設置されていたが、南京臨時政府は南京を中華民国の首都と定めたことより、チャンスと得トトは暮れ県に移転している。その後北京政府の成立とともに中華民国の首都が北京に移転したことより1912年に南京に移転となったが、1928年7月に、 南京国民政府が成立すると、再び首都が南京に移転したことにより、チャンス商会は、人口圏に移転している、侵害革命により、新代の道勢は消滅した。1913年1月8日、臨時大総統に就任した、遠征外により、閣一令が交付された後も、反遠征外勢力の支配下にあったチャンス商に、道勢は施行されず、同年7月に、 救助修道に、助修観察し、8月に、九順上げ道に、順上げ観察し、翌年1月に、旧粗末道に、上海観察士が設置されたに過ぎなかった。同年5月に、知政が施行され23日に、道庁が任命され、下記の各道が設置された。1927年、北伐軍がチャンス省を占拠すると、未知政は廃止とされた。 中華人民共和国成立直前の管轄行政区画は下記の2市62件。行政ただ視制度は小政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。チャンス省では1931年、行政区監督所組織規定に依拠自然省を15、行政監督区に分割、各県を監督した。 1933年3月、各省行政正しさ支援員残考条例及び、総引く内各省行政、正しさ支援省組織条例に移居し、第1区から第13区までの13行政、正しさつ区が設置され、当該行政、正しさつ区の首県県庁が設置された。しかし間もなく13区と過剰に細分化されていることを、理由に9区に改変され、美、無尺、松江 南通、江戸、塩城、ワイン、東海、東山、高年の各区が設置された。その国名は、数字表記に改められ、1937年4月には、第5区の江浦家及び6号県が、第10区に移管され、1949年まで旧区体制が、続いた。チャンス省庁交渉統計どころ、チャンス省政治年間1924年。 国民政府広報三十6351943年12月11日、国民政府広報第79期1928年7月、ありがとうございます。